おはようございます。おはようございます。インクスレーベルフィールドスタッフの地球です。スタッフの影山です。今回は能登から能登にキジハタを釣りに来ています。影山くんは、日本海でハタ釣ったことあります？磯からはあるんですけど、オフショアで釣るっていうのは今回初めて。じゃあ、磯からは釣ったことあるということは初めてではないんですね、キジハタは。はい、はい、一応。では、今回はオフショアになりますけれど、期待してますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、レオンさん抜きで、私たち2人でやっていきます。レオンさんは今、温泉でぐっすり寝てらっしゃいますので、なかなか起きてくれないんで私たち2人だけで来ました。では頑張って釣ってきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここのポイントが、船長の話では砂地に根が点在しているような状況という話なので、ベイトフィッシュが回遊してくるのを狙っているハタとかがいるのを想定して、マキロ釣りで、使ってみたいと思います。タックルは今回、まずこちらのガリンペイロベイトタックルですね。これとスワルテルシャトーの 4.8 をジグヘッドリグで投げています。ポイント自体は多分かなり広い範囲にあると思うので、フルキャストしてまず完全に底を取っちゃいます。はい、そしたら巻き上げてもう一回フォローで、もう着底したらまた巻き上げて、こう10メーターぐらいなんでかなり浅いですね。範囲に打っていって比較していきたいと思います。いやー、本当になんかこうこっちのやりたい釣りをやしてくれるんでね、すごい嬉しいですよ。はい、よし、おー、来た、ナイスです。これはどっちだろう。着底してすぐ巻き上げた時にガガガガガッと来ました。あ、旗っぽいぞ。お、キジハタだ。キジハタですね。おー、キジハタだ、やったー。よし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 。はい、ナイス。ありがとうございます。いい感じに太ってる。無事にキジハタが釣れました。なかなか私のいる関東の方でも個体はいるんですけれど、そうそうお目にかかれないので、やっぱり日本海とかこちらに来た時にこの綺麗な個体を見れるのはすごい嬉しいです。ハタを釣る時はなるべくゆっくり根から剥がしたりゆっくり巻いてきてあげればそんなにダメージ入らないんですけど、どうしても浮いてしまう時があるので、そういう時用のエア抜き用の針を必ず持つようにしてます。少しだけで抜いてあげると、帰ってきました。1匹釣れました。無事に、泣きながら東京に帰らずに済むのでちょっとホッとしておりますが、ちょっと地合いが来たっぽいので引き続きサイズアップを目指して頑張っていきます。やっぱりキジハタのバイトって少しそのカサゴとかと違って言い方があれですけど、獰猛な感じがあるというか、そうガツガツとしていて、あれは多分ちゃんと歯でこのダメージを一回与えてるっていう感じのやり、最初のバイトが強いんですよ、もっと、やっぱり。お、連発？やっぱり試合だな。また来ました。着底でしたね。
それはどっちだろう。あ、アサゴでした。アサゴでした。いいですか。はい、今回はかわいい。着底一発目で降ってきたかわいいカサゴちゃんです。これはのし乗ったか。よし、乗った乗った。いやー、今ちょっと腹筋振り慎重になりましたね。かなり慎重になりましたよ。大丈夫です。あれ、カサゴでっか。吸われてるシャットの 4.8 を丸飲みにしてますね。ジグヘッドの重さ 30g です。いや、立派なカサゴ。ありがとう。はい、はい、はい、元気持ってきました。今潮止まりになったんで、船長と相談して、浅い方の、ガロタのポイントにやってきました。で、比較的バーチカルな攻め方で、クローケンワームを使って、あまり動いてない魚でも狙えるような、攻め方をしてみようと思います。私の方は、コンベ772 P の 0.85 でジグヘッドリグの 14g に、ジュラクロー 3.8 をつけてます。あ、3インチですね。3インチのをつけてます。はい、僕はタックルをガリンペイロにして、私はフリーリグの形式でジュラクローをつけてやってみようと。進化は、1オンスぐらいから状況に合わせて変えていこうと思います。着底を比較的軽いリグでやってるので、糸の走り具合を見ながら着底を探ってます。で、着底したらリフト&コールですね。ちょっと早めに上げて、でゆっくり落とすイメージです。鍵山くんの方はむしろ、僕はフリーリグなんで、着底してから重りとワームが分離するので、リフトして着底させてから後から進化を追ってくるように落ちてくる、そのワームのホールの間を少し取ってという感じですね。ゴツゴツはしてないな。そっちはどう？進化って答えは結構ゴツゴツ来てる。ゴツゴツしてる。してますね。ただそんなに岩がめちゃくちゃ大きくはない気がします。はい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 、すごい根がかるようなあんな感じじゃないよね。ですね。1回の移動量はそんなに大きくしてないんで、近距離キャストやってます。で、どちらかといえば、石の間をこう丹念に背負っていくような感じでやっています。さっきまでのは、できるだけ広い範囲に探ろうと思って思いっきり投げて、で巻いて着底設定っていうのを繰り返したんですけど、今度はそのちょっと対照的な釣り方ですね。潮止まりだと多分こういう釣り方の方が効くと思うんですけどね。ナイスです。さあ、で、キジハタ。お、キジハタだ。キジハタです。キジハタだ。よいしょ、小さいけど、なんとか初キジハタ今回の取れましたね。はい、ジュラクローの3インチ、ジグヘッドリグの、14g 使ってます。結構なんて言うんだろう、
巻きのスピードってやっぱどれぐらいなのかなっていうのはいつも考えますよね。ありますね。まあ、もちろん潮の速さとかポイントとかその時のジグヘッドとかにもよって調整はいるんですけど、シビアな時は合わせないと出ないですね、うん、ええ、であれなんですよね、とにかく速い方がいい時っていうのもあるんで、うんうん、まあ、実際リールなんてかなり速く回ったってたかが知れてるんで、ベイトの速度に比べるとどちらかというと、だからその時のジグヘッドの泳いでる姿勢とかそういうのが案外重要なのかもしれないですけどね。立ち上がっていくスピードのその角度とか。よし、乗った。乗りましたね。よし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 、今多分スピードが合ってるんだと思う。うん、そういう話をしててなんか来てくれると嬉しいな。キジハタですね。キジハタですね。サイズはさっきと同じぐらいかな。よいしょ、ちょっと大きくなったかな、うん、サイズアップしました、ね、少しサイズアップですけど、ね、望んでるサイズじゃないけれどでも嬉しいね。はい、スワールテールシャット 4.8 で釣れました。ジグヘッドの重さは 36g を使っています。巻きの釣りで巻いてる最中、多分そこから1メーターか2メーターぐらい行ったところで食ってきてると思います。ハタって結構釣りにくい魚だという認識だったんだけど、はい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 、僕もそうです、うん、なかなか会えないというか、そう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 、うん、南の方行かなきゃとか、うん、でもね、そこの時に伊東でやった時にかなり数が出てサイズも良かったんですよ、ね、はい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 、あ、ボートからこんなに釣れるんだって、はい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 、まずそれが一つ。あとライトゲームの近い要素が結構あるんですよね、その、はいはいはい、ボートからやると、ショアからやると、特にロックショアっていうとガチですよね、タックルとか。そうですね、うん、太いラインと、うん、ラインの角度が、そうそうそう、浅いしね、すぐ根に入られるから強引にやる、引き剥がすために長い癖、強いさを、太いラインみたいな感じで、今日みたいな日に一日やってるとしんどいですね。そうですねで、ボートからやったら思ったよりもライトなタックルでやるのと、はいはいはい、あと割と悪だりを取ったりとか、そういったような、はいはいはい、部分が、繊細な部分があったりして、あー、これライトゲーマーすげえ合ってんなと思ったんですよね。あとバスとかそのあたりにすごい近い感じがあって、いろいろリグの種類とかが、そうなんですよ、状況に合わせていっぱいあるというか、あの工夫の違いがたくさんありますよね。沖磯とかだとね、あのそこの場所にあったリグを使わざるを得ない感じになってるんだけど、ボートだとそもそもシチュエーション自体がいっぱいあるから、それに合わせてとか時間帯に合わせて状況に合わせてで、それこそそのテキサスから、あのフリーリグから、そうですね、あとスイミングのジグヘッドリグから、うんうん、あのメタルジグまで、うんうん、本当にいろんな継ぎ方ができる。すごいこれ面白いなと思って、で始めたの。でそれからはショアもやるようにはなったんだけど、はいはいはい、ショアはショアでやっぱりね面白いんだけどね、そのガチな感じのね、一匹が嬉しい、うん、ただハードルはやっぱ高いよねそうですね、うん、なかなかあの根掛かりも多いですし、うん、装備もなかなかいるし、だしタックルもやっぱり専用にしなきゃなんないっていうのがありますね。そうですね、やっぱ柔らかい竿だと根掛かっちゃったりしやすいんで、うん、短いのもなかなか使いにくいしね。その点でいくと、そのボートロックって、うんうんうん、バスタックルとかシーバスタックルかそのまま結構流用できるじゃないですか。そうですね、うん、僕も最初そういうのでやってましたね、はいはい、むしろ当時ボートロック専用のロットってほとんどなかったから、はいはいはい、そういうのを使うのが一番手っ取り早かったと思って、はい、でボートをやるようになって、
友達とかで、だから東京湾とかで普段はシーバスやってますみたいな友達にも、割とその方面の面で進めやすいですよね。実際自分の友達もライトゲーマーの人とかがかなりボートロックにハマってやってるんですよ。そういう意味でいくとやっぱりハードルがだいぶ下がる。そうですね、うん、あーダメか、あー乗らない、カサゴかな。よし乗った、ダブルヒットだ最高だわ、うん、多分今日は 20m ラインだったかですね。船長素晴らしい、素晴らしい読みですね。よし、2人ともキジハタです。お、そっちの方がサイズがいいぞ。キジハタダブルヒットやりました。ダブルヒットやりました。2人ともスワールテルシャットの同じ色ですかね。同じ色です。クリアのホワイト系のカラーです。今日これが当たってる気がしますね。これ当たってる気がしますね。今日は速度がね、あまり速くない方がいい感じですかね。そうですね。いつもだともっと速く巻いて、でその後にストンって落とすとその瞬間にガツってくるパターンが多いんですけれど、うん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 、今日はゆっくり巻いてるとその巻いてる最中にガツってくるパターンが多いですね。あんまり速く動いて追い切ってない感じ、追い切ってない感じですね。よし乗った。もう明らかにこのラインだね。よっしゃー、でかいでかい。あー仕事してきたといってもまあ40はないか、30。身が厚いですね、うん、それは引くわけですね。いやいやいや、まあでもなんか納得のいくサイズが出ましたね。と同じで足元の方ですね。やっぱりそうだった。うん、今かかってるんですけど。いいじゃない、いいじゃない。あー、でかいでかい。あと同じライン。そうなんですね、うん、出ましたね。出ましたね2人同じようなラインで出てきましたね。今日のアベレージサイズの中では1番、1番いいですね、はい、残り15分、はい、残り15分でなんとかこうサムネイルにできそうなインサイズが出ました。スルーターグラーはスワールテールシャットの 4.8、はい、2人とも多分これです。同じですね、同じから。今日はこれが一番当たりルアーです。そうでしたね。パターンもね、本当にその巻き速度をきっちり合わせると、うん、途端に連発するというパターンで、ね、いやー最初はかなり苦労したんだけど、苦労しました、ね、なんとか形になってよかった、本当に良かった。最後に ね、こんないいサイズが出てくれて、いや嬉しいですね。嬉しい、わざわざ来た甲斐が本当にあるってもんです。この綺麗な魚体を見に来る価値がありますね、本当に